どうも、エルザです。それでは、ラストオブアースパート2やっていきたいと思います。さて、夢から覚めて、2日目に入ったんで、ちょっと戻りましょう。ん？アビー？アビーじゃない。あれ？いないね。なんで？起きてどっか行った？私まだいけてる？かなりね。直せたんだ。アンテナいじってつなげた。学校のことバレたって。そう。こいつはオーウェン。脱走したって。トミーが捕まえたかも。かもね。この女は？情報なし。ロメオ隊、肉に出動を要請。繰り返し、肉への出動を要請。応答せよ。いい？数字は場所を示してるの。さっきまでいたテレビ局はロック。肉からの発信が多いからそこが拠点ってとこ。ねえ、昨夜はごめん。いいの。14区で死傷者の報告があり、出動可能な部隊は応答せよ。こちら13区今隊、スカーの勢力はオーバー。スカーはいない。男の侵入者1名、武器を所持。男の侵入者、トミー。14はどこ？あんまり自信はないんだけど。いいから言ってみて。これが7で、そっちにあるのが12なら、多分この辺じゃないかな。ヒルクレスト。オーケー。ディーナ、かなり辛いねえ、私が行く。情報集めといて。そうする。待って、手出して。お守りに。意味ないって。いいから。さあ、続いての舞台はヒルクレスト。ヒルクレストか。ここで合ってる？間違いなさそう。さあ、トミー救助という感じか。くそ。めっちゃ撃つじゃん。消えれない。いや、意外と普通に入れたな。武器の改造ね。
リコイル上げるか。おー、そういう感じね、装着ね。やっぱ結構その混んでるね。いや、ちょっとパーツはもったいないから、これぐらいにしとこう。安定性上がればちょっとはマシになるだろうと。作れるものは特にないから、書類。何のメモ、結構いけてる。ハッピーバースデーパパーと。あ、ボーガン持ってる。ダメだ、もう弓が欲しくてたまらんから弓に過剰に反応してしまう。サニーベールアーチェリー大会優勝。あれ、もしかして弓あるんじゃない、ここ。え、ないない。こんだけ弓の感じを出しておいて、あれ、そしたら他の部屋かな、あるんだったら。いやだね、もう取りこぼしたからありませんとかはやめてほしいけどね。コーヒーショップ。あいつらどんだけいるの。待っててよトミー。弓っていうとね、まあ今チャットの方で書かれたんだけど、今モンハンが出た時期だからね。弓って言うともうね、まあ、ラスアスしててもやっぱモンハンだったりとか出てくるよね。スプラ3も弓だね。あれ、弓ブームなのかな。いや、そんなわけないよね。でも弓に関する武器は多くなってきたね、最近ね。まあ、確かにスナイピングの武器だから強いっちゃ強いんだけどさ。まあでもどのゲームでもやっぱ弓は一回使いたいな。裏か。どういうこと？何もないけど。まあ抜けれたっていうだけか。よし、進むよ。はあ、そういえば弓といえば任天堂のゲームも確かにあるね。もう弓の話で言いが尽きないけどさ。ゼルダは言えるね。ゼルダの最後の武器って絶対弓だもんな。光の弓出てくるからね。あれほどは強力はではないけど、やっぱこういうステルス系のゲームはね、大事だからね。あの男に警戒しとけ。どうした？調べる。やっぱ女の仲間か。ただの偶然として見つけるのは無理があるな。敵が少ねえと面倒だ。団体さんならガチンコだろ。あいつの場合どこにいるか分かりゃしない。こっちにいる。ごめんね、ワンちゃん、罪はないけど。
よし。いやー、撃ったの間違いだったかな。ほら行け、あいつだよ、殺せ。やっ、やっべー、いい、ワンちゃん、ごめんね。構えた。あー、押してないですけど。はい、すまん。いや、犬やべえな。あっちいるか。いや、犬やべえな。こっちかな、こっちのがちょっと強力。なはず。待て待て、全然索敵しても。出てこん、あー、行ったねー。収穫はどうだ、誰かなんかねえのかよ。ここは平気だ。うわー、犬。しかもさ、意外と一発じゃなかったのよね、ワンちゃん。建物を見てこい。警戒して。店はクリア。うまい相手。歩幅でとりあえず進んで、とりあえず静かにしてもらって、いや、マジで問題ワンコよワンコ。
中入ってこないかな。奥にはいる。左歩いていった敵がどうなるかな。てかワンちゃんどこ行った。静かにね。よし。やった。やっぱあのワンちゃんがやべえな。あ、すげえ、こういう文字入んだ。痛い、これは痛い。もう一回回復。いやー、痛かったな今回のは。やっぱ犬強いね。何のゲームでも。とりあえず物資回収して先進めよう。こっち変えて。回収できるものは特になしかな。行こう。いや、地雷仕掛けようかなと思ったのよ、ワンちゃん用に。でもな、ちょっとどっちみちバレるならと思うと。いや、やっぱ弓使うチャンスだったんじゃないかな。なんかそう思ってくるな。しかもさ、まあ動物好きなのもあるからちょっとためらうよね。ワンちゃんに関しては何の悪気もないからさ。まあとりあえずボッコボコに癒されたな。あー強かった。物資はなさそうかな。この家ガレージから入るのか。そう、簡単なギミックだね。最悪。聞
かれたかな。可能性は高い。なんか今犬の鳴き声しなかった。気のせいかな。ほらこっち来て。ストッパーないしな。お、じゃん。あー、そこは登れない。やった。さあ、侵入成功。メモ発見。気の毒にウルフどものソフィアへの仕打ちは人間のすることとは思えない。あれ、ウルフがやったの？ウーリーって書いてある理由だろうね。過激派みたいな感じなのかな。その、なんだろうな、ファイアフライの残党というか、その、フェブラだったっけ。なんかちょっとダルシムっぽい人が映ってたね。改造したいけど弓が手に入るならちょっと我慢したい。おー、自転車屋か。いやでもどうだろう、ダメージアップないよね。でもね、連射速度とかだもんね。こ、あれ、なんもないのか。お、地下あるね。うわー、どうだろう、地下。やっぱいたか。嫌な感じするな。消えるな、消えるな、ヘッドは消えるな。うーわー、一人で二人相手は。気がするけど、ミスって、完全にミスったんだ。いやー、頑張ろう。
絶対今のミスと。ああ。いや、こいつの対処の押し方がわかんねえ。まあ、とりあえず爆あー やっぱ銃だろうなーか火だね。やっぱ円そうだね、爆弾で処理するのが正解っぽいなあれ、サプリメントだけかな。なんかそんな感じだよね。苦労したけど、うん、なんかそんな感じするな。そろそろサバイバルブックとか出てきても。あ、出てきた。アウトドア。狩猟用ライフルスコープ15種完全解剖。新しい発生が出てきた。あ、でもまだあるわ、サバイバルブック。あ、でも、照準時のブレ、移動速度。あー、悪くはない。あ、確かに結構、ブレるね。やばいなあ。うわ、まだいんのか。叫ばれるとやばいけど一旦仕留める。よし。いや、結構慎重に行かないといけないね。こうね、イメージとしてはポン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 って行きたいんだけどさ、それした瞬間追われまくってやられるっていう未来が出てくるから。あ、さっき出てきたウーリーだね。あー、そういう。ちょっとさっきのところ行きたいね。なんかありそう。おお、びっくりしたいや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 、今のはびっくりするわ。
心臓に悪い。よし、落ち着いて。丘を登らなきゃ。そうだね、丘を登る。ただ。なんかね、中入れそうな。あ、いや、ここの扉開けれるけど。怖っ。ちょっと待って、これはわざと仕掛けられてたか、これ。うわー、閉じ込めてたんだね、もう感染して。うわー、マジか。そんなビビるわ。ああ。うわ、ショットガンめっちゃ使ってしまったよ。爆弾だったな。しかも特にパスワードになりそうなものはないし、もう炭よ炭。でなんか紙があったね。あ、パスワード、308265、308265。で、上登っていく感じ、感じだね。めっちゃ今普通に感動。308265を追う。どうやって階段に行こう。分かってるよ、道はもう分かってるよ。へえ、本物のタトゥーショップ。じゃあ無駄にはならなさそうだね。308265、30、8265。はい、正解。弾とパーツ、いや、ホルダーが来たね。やったー、やっと来たか、ハンドガンの。いや、ホルダー大事よ、マジで。一応ね、R1 でこうやって切り替えが簡単にできるから。大事大事。よし。
いやいやいや、整ったね。あ、開けてない。こっち行って。気のせいか。ああ、鍵開ける場所ないんだ、あそこ。これもやっとこ。さあ、まさかの矢がゲット。もしかして指くるかな。じゃあ今回ここまでにしましょう。ちょっと時間的にもキリがいいんで。いやー、とりあえず一つクリアという感じかな。次がアッポーアダプトストラウェイスターウェイかな。まあまあ、ちょっと次はこの階段登った先に行きたいと思います。ということで、長時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。動画を見ている方はここまで、メンバーさんも今回のノーカットシリーズはここまでとなります。まあ、随時、編集したものをアップしていきたいと思いますので、動画を見ている方はそちらを引き続き楽しんでいただければと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。